この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、今年の無縁語病の発症者の動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白いと思ったらぜひチャンネル登録してください。今回は3分選手紹介だ。島田選手を紹介した際に、ウエスタンは島田海里選手だ。チナイイースタンは山崎真希選手だ。知らなかったぜ。私もこの山崎真希選手なんて知らなかった。霊夢でも知らないことがあるんだぜ。いろいろ調べてみたら面白かったので紹介する。山崎真希、1995年9月26日東京都生まれ。出身高校は東京学館浦安高等学校。そして、出身大学は東京国際大学及びハワイ大学。いきなりぶっ飛んでるぜ。詳しく説明すると、東京国際大学へ進学するが、1年生の夏に野球部を退部し渡米。東京国際大の姉妹校であるミラメット大学へ留学し、一旦帰国後にハワイ大学へ編入学したんだ。複雑かつ異色だぜ。そして2019年ドラフト会議において東北楽天ゴールデンイーグルスから、育成ドラフト3巡目で指名されたんだ。なるほど、勉強ができてスポーツもできる羨ましいタイプだぜ。ちなみにだが山崎選手は現在も育成選手だ。はぁ？意味がわからないぜ。現在楽天の支配下登録選手が69名だから、今後支配下になる可能性もあるな。今後どうなるかが楽しみだぜ。現在の山崎選手の2軍成績を見てみよう。むちゃくちゃいいと思うぜ。5月にファーム月間 MVP を受賞している。隠し玉感があるぜ。それなりに山崎選手のことは調べてきたが、データが少ない。私の知り得た情報のみで角が2軍戦の最終出場は1ヶ月前の6月15日。その後は調整中で現在まで試合に出ていない。さらに進化する可能性があるぜ。山崎選手はヒットメーカータイプの打者だ。速球型、変速型のピッチャーに対して柔軟に対応している。甘めの球をうまく弾き返したりしてるそうだから。ヒットを打つ技術に関して言えば一軍レベルだろうな。こんなにいい選手なら早く支配下登録すればいいと思うぜ。球団の事情もあるだろう。少しもったいない気がするがな。一番の課題点は守備だな。ファーストしかできないそうだ。ファーストしかできないのは大きなデメリットだぜ。そうだな。ファーストはやっぱり強打力が求められる部分がある。ファーストの守備が上手くて、もっと打てるようになれば、首脳陣へのアピールもできると思うぜ。そうだな。指名打者でのチャンスもあるから、もっと打てるように進化すると恐ろしいバッターになると思う。山崎選手の成長が凄まじい場合、起爆剤として支配下登録即一軍の可能性もあるな。確かに期待させられる打率を残しているぜ。シーズン後半戦、楽天が動く時が山崎選手にとっての大きなチャンスだと思う。山崎選手の今後が気になるぜ。この動画をご覧いただきありがとうございました。皆様と共にいい動画を作りたいのでよろしければ、コメント等お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。